Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。はい。みんなも、やってね。ハンドサインね、やってね。PJLL、ね、やってください。はい。ということで、今日も、The New Beginning in 札幌ですね。冬の札幌2連戦の振り返りということで、今日はですね、IWGP インターコンチネンタル選手権試合、内藤哲也対太一ですね。こちらの試合を振り返っていきたいと思います。まあこちらはですね、まあ冬の札幌は何かが起こると。何かが起こると前哨戦を含めですね、内藤太一がお互いコメントで、まあ言い合っておりまして、まあ結果、何が起きたかというとですね、内藤さんの入場しているところを後ろから、脚立を持ったですね、飯塚さんがですね、やってきて、ボコーンと内藤選手をやってしまうというですね。はい。でそれによって倒れてしまう内藤選手、意識が朦朧としている中、太一選手が花道の方にツカツカツカっとやっていって、ブラックメフィストをドーンと敢行して、もうまさしく本当に、内藤選手全く動けませんというような状態になってしまったという形だったんですよね。で、その後、ね、リングドクターが出てきたりとかして、ヤングライオンに内藤さんは担がれて、ね、おんぶされて、まあ、ドクター室の方に連れて行かれるというような感じのことが起こりまして、ということだったんですね。で、何かが起こるというのは、まあ、これでしたよと。いうことでありましてですね。まあ、この辺の展開についてですね。まあ、皆さんなんかいろいろ、賛否両論、まあ、あるみたいでございますね。まあ、賛否両論あるっていうのはね、常にプロレスに付きまとってる賛否両論なのでね、どっちがいいとか悪いとかね、まあ、正直僕はないと思ってるんですけどね。まあ、その人が感じるものが全てだと思ってますから、ね、そんなことをしなくても正々堂々やれば太一はいい試合ができるというですね、意見もあるでしょうし、まあ、あれはあれで良かったというような意見もあるのかなというふうには思ってるんですが、まあなんていうか、まあ、あれ あそこ、まあ、うん、あそこがね、なんていうか、今のプロレスというか、今すごく人気が出てきている新日本プロレスの、ま、あの辺が限度なのかなっていう気がすごいしてましたね、僕の中ではですね。まあ、要は、女性ファンとかね、子供さんのファンとかが今すごく増えてきているというところでですね、まあ、あの辺が限度なのかなっていう気がしてます。まあ、僕個人的にはですね、ああやって襲います、ドカンって襲いますってなった時に、まあ、これもまた賛否両論になると思いますけど、こう、僕はね、内藤選手にね、ちょっと出血してほしかったんですよね。血の演出が、まあ、欲しかったかなという、そのエグさをね、怖さとか、卑怯さ、ヒールの卑怯さであったりとか、っていうのをすごくもっと前面に演出するとすれば、もう内藤さんがあれで出血をしてですね、まあ一旦そのドクター室に運ばれて、で、まあ出てきた時にはですね、こうぐる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 包帯をすると。で、包帯にも血が滲むぐらいな感じのね、状態で試合をするというですね、方向性だったら、まあ僕はすごくね、ああ、これは面白い試合だなって、まあまあまあ見れたと思うんですけど、まあその、やっぱ出血の演出っていうのはですね、まあ好まれないのかなっていう気がしてますね。ジェリコ戦っていうか、内藤選手をジェリコが襲った時に、内藤選手がブファーって出血したのがあったんですけど、まあ、あれの時になんかいろいろ言われたのかなって、まあ、勝手に思ったんですけどね。そんな、出血とかやめてくださいみたいなね、PTA みたいな意見が来たのかなみたいな感じがせんでもないんですけど、まあ、昔っていうか、まあ、僕が小さい頃見てたプロレスとかだともう、
ことあるごとに、ことあるごとにっていうか、まあ、ああいう風に襲われた後って大体出血してるイメージがね、すごく僕はあってですね、そんなね、大ダメージじゃないですか。出血するなんて。大ダメージなんだけど、まあ、それでね、戦うっていうのが、なんかね、やっぱ心意気とかね、男だな、みたいな感覚とかね、まあ、そういうのをね、僕は持ってたので、まあ今はやっぱりそこまでできないのかなっていう時がね、すごくしてましたね。で、しかも一回脚立でドーンって飯塚さんがドーンって内藤を殴った後、それ以上にさらにドーン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 とかものすごく殴るとか、そういうことってなかったじゃないですか。だからまあ、あれはね、あそこら辺でやめとけよみたいな何かがあったのかなっていう気がね、正直せんでもないなという気がしました。まあでもなんて言うんでしょうね、まあ太一選手はまあ何かが起こるぞって言ってて、まあ実際は飯塚さんが襲撃しましたみたいな状態になってたんですけど、まあ僕はあれはヒールとしてのヒールポジションをしっかり取ったのかなという感じがね、すごくしてましたよね。なのでヒールという存在をの役目をやっぱちゃんとやろうとした的なねことなのかなという気がしたんですよ。まあ、つまりこれは去年のですね、去年の、ケニーオメガさんとですね、イブシとバレットクラブの構想における、まあやっぱヒールポジションだったはずなのに、まあ、ヒールじゃなくなるみたいなことが起こると、まあ試合があやふやな状態になってしまうというですね、まあ反省点を生かした結果こうなってるんじゃないかなっていう、まあ気がしてるんですけどね。で、まあ、試合はね、そのまま内容も、こう、例えば、太一選手はね、やっぱり川田選手のですね、まあ、弟子だったっていうところもあって、川田選手のね、技を繰り出したりとかしながらですね、まあ、展開され、まあ、最後はね、デスティーノで内藤選手が勝つんですけど、太一選手のマイクをね、こう持って、また野球の素振りをするだけでもう会場が沸くっていうのはね、まあ、内藤選手特有の野球ファンで、カープファンであるというところら辺がね、やっぱり影響してきてるのかなっていう感じがして、なかなか、まあ見てて、まあ面白かったなという感じがね、すごくしましたね。で、まあこの試合で太一選手は負けたわけなんですけれども、まあ非常にね、試合内容も悪くなかったと思います。で、今後につながる内容だったと思うので、またそのニュージャパンカップだったりとか、今後露出をね、どんどん高めていって、そこでまた試合内容でさらに評価されるということになってくれば、またどんどんベルトに絡むチャンスっていうのは全然出てくるし、あると思いますし、っていうところだと思うんで、まあ今はね、太一選手はベルトを持ってなくても非常に面白い存在になっているので、まあ今後の動き、やっぱ注目すべきかなというところですね。で、まあ試合後のマイクでですね、内藤さんがですね、この IWGP のインターコンチネンタルを持ったまま IWGP に挑戦しますと、もうしっかりリング上でマイクで、パフォーマンスをするというですね状態になってまして、これもですね、去年の内藤さんのやっぱりバックステージコメントとかね、ずっと見てきてる自分からするとですね、こういったことをですねリング上ではっきり言うっていうことはですね、これありますよこれはね本当にある気がします。なので2020年の 1.4 東京ドーム大会では、インターコンチネンタルを持ったまま IWGP に挑戦する内藤さんっていうね、これありますよロスイングファンの皆さん、これありますからね、お金貯めといてください。来年の東京ドームのために、僕ももう行きますよ来年の東京ドーム。これはね、これはまあそこまでのシナリオ展開とかね考えないといけないと思いますけど、
あのこんなにはっきりリング上で言う、しかもね、あのやっぱね、言葉の語気に強さが増している内藤さんね、これまさにね、あの勢いっていうか、その、岡田和親に挑戦してあのベルトを取った時の内藤さんぐらいの勢い出てくるんじゃないかなという気がしてますね。まあ、むしろその辺のバックグラウンドがもうある程度固定されているので、あんだけ自信満々に言えるという可能性もあるとは思うんですけれども、なのでぜひねロスインゴファンの皆さん貯金して来年の東京ドームね、あの2連戦どっちでやるか分かりませんから、もう2日とも行くぐらいの覚悟が必要ですね。はい、まあぜひお金を貯めていきたいなというところでございます。で、なんかまあ、あのツイッターの方とかね見てると、いろいろですね、あのレスラーのその今回の太一選手の行動だったりとか、まあロスインゴが全勝したことによってだったりとか、まあ、逆に言うと鈴木くんが全敗したことによってだとかですね、まあ、あの選手とかですね、まあ、それ以外の方にもですね、まあ、いろいろ、なんかツイッターで暴言を吐くファンがいるとですね、いう話をね、あの見かけております、ツイッター上でね。で、実際僕はそのコメント、どんなことを言ってるのかみたいなコメントとかは、まあ、見てないんですけど、見かけてないので、まあ、僕はハッピーなツイッターライフを未だにまあ過ごしているわけなんですけれども、あのなんて言うんでしょうね、まあそういうことをね、あのまあ、してはいけないっていうよりも、そういうことをしてはいけないことが分かっていないっていうのはですね、やっぱ若さゆえなのかなというふうには僕は思ってはいるんですけど、まあ、正直若くなくてそんなことやってるとですね、やってる人はですね、ちょっとどうかなと思いますけどまあ若さゆえなのかなとは思いますが、あの勘違いしてはいけないのはですね、実際にあの試合を戦っているのはあのレスラーであって、あのファンがね戦ってるわけで、実際に試合してるわけじゃないでしょというのはね、あの思ってほしいんですよ。で、なんて言うんでしょうね、あのだからその選手が勝ったこと、自分が応援している選手が勝ったことによって、あの自分も強いみたいなね、あの勘違いはあのしちゃダメだよというふうに思います。その自分が強いと勘違いして、そういうふうにね、あのコメントを残している人たちがいるとすれば、それはもう大きな勘違いだと言わざるを得ないですね。なので、自分が強いわけじゃないので、それはね、あのなんかそのそういうところで生きてそういう発言をしてしまうっていうのは、ちょっと本当どうかなというふうに思います。なので本当に強い人とかはね、あの例えばお前本当にダメだなとか、お前本当に弱いなとか、そういうことね、本当に強い人はね他人に対して言ったりしないので、はい、その辺はですね勘違いなきように、まあファンとしてねプロレスを楽しんでいただければなというふうには思います。まあ、ありますよ、どの世界にもそういったやからとかそういったことを言う人とかはいます。はい、まあ、実際にね、僕のこの YouTube チャンネルとかでもね、まあ、あのアンチコメントみたいなのがね、もうたまに出てきます。いや、もうでも本当におかげさまで、最近っていうか、今ほとんどもうアンチコメントってないんですよね。まあ、YouTube がなんか勝手にブロックしてくれてるのかもしれないですけども、もう本当にね、それは皆さん、あのこの動画をね、見ていただいてる皆さんが非常にね、紳士的な、あの方なんだろうなというふうに思いながらですね、あの僕も YouTube これさせていただいてて、あの本当に助かりますね。あのコメントでいろんな話僕もやっぱりしたいんですよ。僕もしたいんですけど、やっぱね、あの言葉遣いの悪いやつとかねいるんですよ、アンチとかはね、やっぱね、だからそういうのはね、もう正直ね、もう相手しないようにしてるんですけど、まあわざわざ絡んでいく必要がないのでね、もうあのだから逆に、本当皆さんが今見ていただいている皆さんがね、非常にあの素晴らしいコメントをね、この動画に残していただけることに関しては、あの僕は非常に
感謝していますので、はい、ぜひまた今後ともね、よろしくお願いいたします。はい。ね、あとは、まあ、そういったね、さっき言ったみたいなコメントね、ぜひ、皆さん、気をつけてくださいね。やっぱね、自分が強いわけじゃないのにね、虎の胃を、なんだ、何でしたっけ、虎の胃を狩る狸、狸狐、なんかそういうことわざみたいなのありましたよね。はい。なんか、あったと思うんですけど、だからまあ、実際に自分が戦ってるわけじゃないわけなんで、まあその実際に戦ってるレスラーに対して暴言を吐くとかね、もう本当論外です。はい、ぜひその辺は気をつけていただければというふうに思います。もうまずリスペクトが足りないこと自体問題だと思いますので、うん、まずね、レスラーにの皆さんっていうのはやっぱ大きい体を作って、もうそれを維持するっていうだけでもう、これね、すごいことなんですよ。実際皆さんがやってみたらわかると思います。はい、筋トレとかをして大きい体を作ってそれを維持することっていうのがどれぐらい大変なことなのかっていうのをまずね、皆さんがやっていただければわかると思うんですけど、これはまあ本当に難しい。でしかもその上でああいったプロレス技、しかもオリジナルの技を開発したりとか、レスラーの、個性を出していったりとかですね、でその上でそのマイクのうまさを求められるとかですね、まあプロレスラーっていうのはね本当にすごいんですよ、うん、なのでねぜひ皆さんねレスラーに対してのリスペクトを忘れないようにしていただければと思います。ということで、ぜひこのチャンネルもですね、僕に対するリスペクトを忘れずに僕も皆さんに対するリスペクトをね、忘れないように してますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。